ただいま城ヶ島から帰ってきました。今日はマックがっつり買ってきました。よいしょ。ちなみにいつも私はこのモーちゃんの写真とミルクティーの元気だった時のポストカード、これを見ながら晩ご飯食べてます。ちょっとさあ取り出しますか。で、今日なんですけど、自分の誕生日に猫活ができてすごい良かったです。よいしょ。いや、今日は実はまだ動画上げてないんですけど、ミルクティーとお散歩してきました。たまたま病院、そのね、ミルクティーのお見舞い行った時に先生が、今日お散歩多分行けると思うけどってなんか意味深なこと言ってたんですよ。そしたらなんかお見舞いにインスタの仲間の人が出してくれて、おかげでミルクティーと、まあ少しだけお散歩できました。今日はね、ボランティアリーダーさんがいないんで、ずっとミルクティーに前回みたく一緒にいてあげるってことができないんで、まあ20分ぐらいか、まあ一緒に入れたんでよかったかなって。よいしょ。あとこれです。通れない。ちょっと一回止めます。今日の晩飯です。でね、今日ね、本当にね、楽しかったのが、なんか千葉から観光で来てる人、カップルだったんですけど、すっごい猫が好きで、二人とも。ご飯とかすっごい持ってきてくれてたんですよ。チュールも含めて。で、ご飯もシーバとか結構いいご飯もあって。で、結構自分今日 1.8 倍持ってきたんですけど、案の定ちょっと足らなくなっちゃって。で、横須賀からヘルプで来てくれたボランティアさんも、ウエットも持ってきてくれて、なんとかご飯みんなにあげれました。よかったです。ほんとね、その千葉から来た人ってすごいいい人で、ほんと猫が好きなんだなってのがね、よくわかる人でしたね。よいしょ。ではこれからモーちゃんとミルクティーとおっちゃんで、ハンバーガーバースデーパーティー開きます。照り焼き、ベーコンレタス、チーズ月見、ダブルフィッシュ、ダブルビッグマック、で、チキンナゲット15個です。では、いただきます。